PAIGC の兵士は1974年にギニアビサウ国旗を掲げた。人民革命軍、またはファープはギニアビサウの国軍である。陸軍、海軍、空軍、準軍事部隊で構成されている。2008年の国連開発計画の国勢調査によると、軍隊には約4000人の人員がいると推定されている。 それ以前の CIA ワールドファクトブックの数字は9250であった。ワールドファクトブックはまた、軍事費を946万ドルと推定し、GDP に占める軍事費の割合を3.1%としている。また、ワールドファクトブックによると、兵役年齢と義務は、選択的強制兵役の場合は18から25歳、志願兵役の場合は、 親の同意があれば16歳以下となっている。バティスタ・タグメナ・ナワイ・少将は2009年に暗殺されるまでギニア・ビサウ軍の参謀長を務めた。2010年4月1日、ギニア・ビサウで軍事的不安が発生した。カルロス・ゴメス・ジュニオル首相は兵士によって自宅監禁され、陸軍参謀総長のザモラ・インドゥータも拘束された。 ゴメスと彼の政党 PAIGC の支持者はこの動きに反応して首都ビサウでデモを行いアントニオ・インジャイ参謀副総長は抗議行動が続くならばゴメスを殺すと警告した EU は2010年8月4日同国の治安部隊を改革するミッション EUSSR ギニアビサウを終了したこれは軍や他の場所の強力な将軍や麻薬密売人を さらに強化する危険性がある。ギニアビサウの EU ミッションの報道官は、反乱の首謀者であるアントニオ・インジャイ将軍が陸軍参謀長に就任したことを受けて EU はプログラムを中断せざるを得なかったと述べた。EU ミッションは、これは憲法秩序への違反だと考えている。我々は彼とは協力できない。多数の小さな沖合の島々と罰を受けずに政府を回避。 できる軍隊があるため、ヨーロッパへの麻薬の積み替え拠点として好まれている。飛行機は島やその近くで積載物を投下し、スピードボートは圧縮梱包荷物を引き上げて、ヨーロッパや陸に向かって直行する。反気分国連事務総長は、ギニアビサウの麻薬取引に関与した者への制裁を求めている。空軍長官のイブライマ・パッパ・カマラと、元海軍少将のホセ・アメリコ・ブボナチュとは、 麻薬王と称されている。アンゴラは2010年からポルトガル語諸国共同体の議長を務めており、2011年以来、防衛、安全保障の改革を支援するためにギニアビザウの軍事任務に参加している。ミスサングは両国議会が承認した政府合意を補完するものとして、両国の国防大臣官で署名された協定に従い249人のアンゴラ人男性を 用していた。アンゴラの支援ミッションには、弊社や警察署の修復、行政サービスの組織化、現地及びアンゴラの機関での技術、軍事訓練など、ギニア軍と警察の改革に焦点を当てた、技術、軍事協力プログラムが含まれていた。ギニアビサウのライムンド・ペレーラ大統領代理と、ゴメス・ジュニオール首相を追放した政治的、軍事的危機を受け、 アンゴラ政府はこのミッションを中止した。2012年6月22日までにミッションの機材を積んだアンゴラの船、リオムブリッジがルアンダに戻ってきた。ポルトガルからの独立を果たした後、キューバやソ連での訓練から帰国した将校によって空軍が結成された。ファグブはソ連からの限定的な援助を受けて再装備され、初の軍用機が導入された。2010年9月、 ホセアメリコブボナチュと少将はクーデターを企てたが、指示を得られずに逮捕された。先週逮捕されクーデターを企てたとして告発されたギニアビサウの海軍少将は、交流を逃れ、近くのガンビアに逃亡したと、国軍は火曜日に述べた。ありがとうございます。